デビルスピークは1981年に公開されたアメリカ合衆国のホラー映画。いじめの標的にされていた陸軍士官学校の生徒スタンリーが学校の敷地内の教会の地下で偶然中世の聖職者が行ったと言われる悪魔崇拝の痕跡を発見。さらに得意とするコンピューターの力を借りて悪魔を呼び出しいじめっ子に仕返しする。字幕版吹き替え版当初。 ジョゼフ・ガロファロによって書かれた脚本の題名はザ・フーンドリングだった。当時俳優活動などをしながら監督デビューの機会を探っていたエリック・ウェイストンは日本製マイコンの広告を見てアイデアが浮かんだ。そして彼は半年間コンピューターと悪魔崇拝について調べ、ガロファロと共にザ・フーンドリングのストーリーを練り直し、本作の脚本を完成させた。 プロデューサーのシルビオ・タベットと医師のグループから半分ずつ投資を受け、100万ドルの予算を得た。撮影は3週間かけて行われ、サンタバーバラの修道院、ロサンゼルスのサウスセントラルにある廃教会で撮影された。廃教会は映画撮影のために改装され、教会で働いていた牧師がその外観を見て、祈りを捧げることもあったという。3日後、教会は、 クライマックスの撮影で焼け落ちた。作中の悪魔召喚プログラムは2週間かけてコンピューター会社の技師が作り上げたものである。サタン教会の回祖であるアントン・ラベイは非常にサタニックな映画だと絶賛した。似た設定の映画。ありがとうございます。